皆様ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。谷川先生、ありがとうございます。そもそも谷川先生との出会いは、どのくらい前でしたか？何年くらい前ですか？そう思ってますかね。萩原作美さんという萩原作太郎さん のお孫さん、はい、で私も18ぐらいから存じ上げてるんですが、谷川その作美さんと久しぶりに何十年ぶりに会って、それで盛り上がって、作美さんがね、今女優と思ってるからそう、その冬だったんですけれども、谷川先生が黒いコート着てすごいかっこよく現れて、それで新宿でね、ちょっと飲んだんです。だから帰りになんかちょっと次のお店行こうって二次会に行こうとしたら、黒い猫が現れて、谷川さんよしよしよしってね、してる姿がとっても素敵だったんですよ。あの猫は詳しいんですよ。3周年以上かかったんですよ。で谷川先生は皆さんもご存知の通り、肉体の迷宮とか鏡と皮膚とか、美のバロキズムとか、はい、廃墟の美学とかですね、私が大好きなキーワードがもうざーっと入るお作品、美学のご本をたくさん書いてらして、もう本当にもうすごく濃厚で、チョコレート、濃厚なチョコレートをいただくような本当に素敵なご本で、一生読んではうーんって味わって、一晩休みました一生読んでからみたいな、そういうご本をお書きになってらっしゃる素敵な先生でございます。で今日はそのバラード哲学するっていうタイトルで、はい、これはイヴさんが設定したんですけど、はい、まあ、僕今幻想の花園っていう書物を書いてまして、ね、花のうんちくについて書いた本じゃなくて、哲学的な言説の中に花が重要なモチーフとして時々出てくるんですね。そういうものを取り上げて今書いてるんですけど、まあ いろいろ話せますけど、まずイヴさんがこれだけバラにこだわって、はい、女優でありながら絵を描き始めて、はい、なぜずっとバラなんですか？それをまず伺ってみましょう。小さい時に百合組だったんですけれど赤バラ組と白バラ組が別にありまして、すごく赤バラ組に入りたかったんですね。多分その頃から赤バラ組が赤いバラにとっても興味があったのかなって。そしてその幼稚園なんですが、幼稚園から桜がわーっと横浜の丘から見えて、私にとっては赤バラ、白バラ、百合、桜っていうのはもう小さい時から自分の中に あるものだった。興味を、ミッションスクールですか？ミッションで栄光幼稚園っていう横浜の丘の上にある幼稚園だったんですけど、赤バラ白バラっていうとね、シェイクスピアが使ってますけど、バラ戦争、はい、あれイギリスのどっちかが赤バラ、はい、白バラ、二つの関門同士がね、はい、戦って赤バラが勝ちました。あとそれに関係あるんでしょうね。そうですかね。それでその後は女優になってからサロメというね、砂漠のに咲いた貝殻のような残酷なお姫様の役がどうしてもやってみたくて、女優になりたいというよりもサロメになってやってみよう、演じてみたいっていうことでオーディションに受けて受かってしまって、でも本当はアーティストになりたかった、絵描きになりたかったんですよ。狂った果実っていう映画は、ね、あ、そうですか。いや、僕は随分若い時に狂った果実、すみません、すごい女優がいたと思まさかその方とかってトークすごい恥ずかしいんですからね。ゆきさんのバラってね、はい、花弁のそのなんていうか、あれがあんまりないんですよね。ぐるぐる巻きのバラぐるぐるから描きたい、迷宮になっている、ちょっと不思議なバラだと思うんだけども、その先ほどその学校で桜も咲いてたって言うんですけど、日本が桜で西洋がバラだっていう図式がありますよね、はい、いつの間にか、はい、これをね、一番最初に出したのは誰かっていうとね、ニトベイナゾなんですよ。武士道の中に出てくるんです。で桜で日本を代表させて、西洋をバラで代表させるんですよね。で最初は万葉集なんか梅ですよね、はい、あの綺麗な、はい、福祉が、はい、要するに中国から入ってきて、はい、
で梅ってのは、ね、日本語じゃないらしいですね。あのあれ運命運命運あの運なんですよね発音が。であれバイって音読みで思うけど、梅ってのはもともとあれ訓読じゃなくて、はい、ちょっと変な言葉なんですけど、はい、だから最初梅ばっかり読んでるんですよね、日本人は中国の町に、はいはい、ところがいつの間にか桜になってきて、はい、で中国が梅で日本が桜だっていうある種の関係かな、中国に対する対抗心が出てきて桜になるんですけど、あの匂うっていう言葉がね、はい、あの両方ともさあの桜に対しても梅に対しても使われてたんだけど、はい、匂うってのは別にあの匂いを嗅ぐって意味じゃなくて、はい、あれシュッ、2ですよ、2色ったら赤色、赤色が目立ってるっていう、もともと視覚の言葉で、だから紅梅に対して使ってた言葉なんですけど、それがだんだんその嗅覚性のね、はい、あの視覚に対して嗅覚の意味もだんだんあの含意するようになって、要するに共感覚的な表現になって、でだから最初はもう花といえばみんな匂うっていう言葉で梅も桜も言ってたんですけど、それがね、古今集から新古今になると、ね、はい、だんだん分かれてるんですよ。今僕はそういう本書いてるんで、ちょっと細かい話なんですけど、日本はね、あの、かと色に変わってる。か香りと色、うん、かと色に、ね、はい、かがね、梅に専属の言葉で、はい、色が桜の言葉となってますよ。だから匂いって言葉がかと色に分かれてる。だから中国と日本の彩花がそういう形で行われるんだけど、はい、なんかバラってもともと実は万葉集も出てくるんですよ。あの茨とか茨とかね、そうそう、装備って言葉が来て、うん、茨とか野原とみんな要するに一人だった、野生の、うん、まあ、目立たない花だったんだけど、うん、それが改良されたらだけ派手になったんですけどね。なんか赤いバラがあの中国とか日本のバラを交配させないとできないっていう、そうそうそう、読んだことがあります。だけどバラはね、もうすでに古代ローマ、あの辺りから出てきますからね、はい、クレオパトラ、ずいぶん昔からバラ西洋で派手な花としてありましたよね、はい、だからかなり、まあ、東洋さんといえばいえね、相当昔の話ですからね、うん、まあ、バラを開発したのは西洋です、基本的に。じゃ あのジョセフィーヌ、ナポレオンのジョセフィーヌ、はい、奥様のジョセフィーヌなんかがね、あのバラをいろいろなルドゥーテに使ってたりとかして、そうそうそう、宮廷画家、ジョセフィーヌってのはね、マルチニック島出身のあれ植民地の女だったんです。あ、そうなんですか。でフランスの商工官がもう嫁さんと、それが死んでね、それでナポレオンと結婚して、あ、そうなんですか。で、あのマルチニックっていうのはアメリカのこのカリブ海のところにある島、一度僕行きましたけど、巨大なね、3メートルぐらいのジョセフィーヌ の石像が立ってるんですけどね、首が折られて転がって、要するにあれ征服者の、そうだね、だからマルチニック出身のジョセフィーヌが奴隷制をずっとあの支持してるのが女なんですよ。それから、まあ、彼女はそのルドゥテと、はい、バラの絵描いたルドゥテって言いますけど、はい、あれとの関係で有名になりましたけど、ナポレオンの、ね、政策 の, その,、まあ、あの、まあ、現地人を搾取するっていう、それを推進したのがジョセフィーヌ。だからマルチニックの現地人はね、はい、あのジョセフィーヌのことを嫌いで、あの首を折ってるんです。そうですか。ただね、マルチニックまだ未だにフランスの植民地ですから。でもバラっていうとやっぱりそういう美しかったり、こうあのなんていうか宮廷とかいろいろなものに愛されるものだから、あの対比として奴隷ってとかいうものが出てくる。私がこ あのこれバラの画栄線って言って書いてるうちに、なんか白いすごい船が向こうから来るわっていうイメージで、私あの船に乗ってどっかに旅立つんだわと思って書いてるうちに、なんか自分みたいになって、ガレー船って言葉が頭に浮かって、ガレー船って何だろうと思ったら、中でオールで、そうそうそう、あの奴隷がね、こう漕いでる、だから私という名の私の奴隷がこの船の中に漕いでるみたいなイメージになっちゃって、まあ、ゆきさんの絵はね、あの前にもちょっと言いましたけど、あのアウトサイダーアート系の絵だなって気がするんですよ。なんかすごい受けてますけど、あの一人いたでしょ、有名な名前なっていうか女性でね、はい、あのちょっと頭が狂って、要するに大体ナルシストがバラもうピンクのバラバッグ描いてる絵を描いたんですよ。ちょっとその絵に似てるんで
ナルシスト。いや、なんか女優業っていうのはもう最初にですね、自意識のスープを飲み、そして競泳のオードブルを食べ、そしてその後にですね、創作に入るっていうような、そういう職業で、それがとっても嫌で俳優、あの画家になったんですけど、ダメですかね。画面の中でも女優をしてる。そうですか。あのね、あの三島がね、三島由紀夫が、はい、彼もバラエティの一人ですけど、はい、あのおそらくリルケのね、あの、はい、運動のリルケの力のヒントだと思うけど、バラの外側は内側っていう有名なセリフを、ね、はい、バラと海賊って2曲だったかな、書いて、つまりバラの仮面って内側か外側かわからない、どんどんこう やらしい感じがありますよね。開いていくとね、そうそう、内側か外側になっていくっていう、ね、あので、ユキさんのあれはね、その内側と外側の関係性がちょっとよくわからないところか、バラが一つ の渦巻きとして捉えられている、なんか反転しちゃっててですね、本当は内側が暗くて外側に行くにつれて明るくなるのがちゃんと正式な書き方っていうかね、でも私外側から書いていくからなんか逆になってるんですよね。反省してるんですけど、これからちゃんと書こうと。バラの1人だけ書いたってことはないですか、複数1、あ、そうか、ああいうのは一輪だけ、あの、うん、ハイブリッド系は描かないんですよ、野生のバラしか描かない、庭にあったりとか、あと、トゲが本当は好きなんですよ、怪獣みたいで、でもトゲはあんまり描かないですね。まあ、バラの絵をね、あの描くと非常に通俗的な感じになるんだけど、このユキさんの絵ってのは人の真似ではないね、独自の形を持ってると思います。渦巻きたいんです。渦巻き螺旋に興味があって、小さい時から、子供の時から母が育児日記に今日螺旋を描いたって私があの日記がついてる。ああ、それで、うん、バラっていうのはね、はい、あの僕の専門美学ですけど、関東の判断力機関っていう近代美学の始まりの本がある。それを聞きたかったんです。あれはね、あのなぜ近代美学の始まりかっていうと、それまで その美とか芸術全部そのキリスト教の芸術を素材にして論じてたんです、はい、ところが関東の、ね、判断力機関の中に一切出てこないんですよ、芸術作品が、はい、ただ目の前のバラが美しい、一輪のそのバラが美しいっていうそういう命題をめぐって、はい、それを美的判断ってことは何か美しい、美的判断とは何かって一冊本書いてるんです、これが革命的でね、で実はね、フランス革命が起きたのは1789年ですけど、はい、カントの判断力機関は1790年に書かれてフランス革命と同時代1年後に書かれてるんですね、まあ、ある種の革命性を持ってる、はい、まあ、難しいですけど、はい、でこのバラは美しいっていう命題、それで一冊本書いてみろと書けませんよね、かっこいいですよね、でその問題をちょっと今僕書いてます、はい、あ、そうですか、で必ずバラなんですよね、西洋人が花って、赤いバラですか、色が出てこない、はい、多分赤いバラだと思います、あのフランスの有名なあの王女様いるじゃないですか、あのルキロチンにやっちゃったの、マリアントワネットが持ってるのピンクのね、あ、ピンクのバラですね、それがかなり新しい趣味ですね、それでね、関東を読んでると、ね、面白いことにね、最初バラをずっと論じてたのに、はい、突然チューリップがポロッと出てくるんですよ、はい、でね、これ日本 その美学の研究者はそのこと誰も言ってないんだけど、なぜ今までバラのこと言ったのか突然断りもなしにチューリップになるのかっていう、はいはい、その問題があるんですよ、はい、でこれはね、17世紀8世紀にオランダでチューリップマニアっていうね、異常な時代があって、チューリップ熱って紹介されてる、そうそうそう、あれチューリップというのはトルコから来たんですけど、はい、あの球根を要するに植えるとね、この間も仕事を探したんだけど、要するにブレイクスって言うんです、英語で、あの花弁がね、しま模様になったり非常に派手な模様がとっと飛び出てくるんですよね、そういうのをブレイクスって言うんですけど、それを求めてね、球根1個の値段が当時のね、オランダの屋敷、高級な屋敷1軒買えるぐらいの値段、つまり何千万、まあ奥に近いと言ってる、それぐらいの、その、球根ってバルブでしょ、英語だと、はい、バルブのバブルが来たんですよ
はい、だからね、関東の中にその話があって、はい、なんかね、ポロッとそれ出さざるを得なくなったところがあるんですけど、はい、でね、皆さんがよくご存知のレンブラントのね、テュルプ博士の解剖学講義っていう映画あるでしょ。解剖学者が、はいはいはい、男の死体前にして、はい、弟子たちにこう解剖して教えてると、集団肖像画ってですね、あれ本名じゃなくてテュルプっていうのは、あの人もチューリップマニアの一人でね、ドクターチューリップって言われてたんですよ。日本であまり知られてないか、そのこと、ね、面白いで、ね、チューリップのあまり直接だから愛を抜いてね、自分でドクターテュルプって言ってたんですよ、本名ピーター・クラスパンが言ったところがね、あんまりそのみんながそのチューリップに熱を上げてね、嫌になって途中でその名前取り下げたんですけどね、あれその時の絵なんですよ、レンブラント。そうなんですか、日本でね、その絵の解説にどこにも書いてない。今度の本にそういうこと書きましたけどね。うわ、楽しみですね。でね、関東がね、バラからチューリップに突然その伝説の対象を変えたっていう、はい、一つ理由があって、はい、バラは芳香性の匂う花でしょ、はい、チューリップって匂いないんですよ、でね、関東はその匂いっていうのは美に関係がないっていう立場を取ってる。どうなんですか、ここが微妙でね、そこをまあ細かく論じてるんですけど、はい、要するに目で見て美しいっていうのが一番美しいっていうのが関東の考え方で、匂いっていうのは感覚だから、それは美に預からないっていう立場を取ってるんで、チューリップは匂いが全然ないから、チューリップは論じやすいんですよね、実は。だからいつの間にかね、バラの話しながらチューリップにボロッと映って、それって結構命題で、ちょっとカントダメじゃん。あ、そうなんだ。カントもね、あるね、プロテスタントなんですよ。要するにドイツのケーニスベルクって小さな町に出なかった人で、それまでの芸術というのはローマ中心でね、はい、バロックってのはそうでした、17世紀の、はい、もうお金と権力に任せてゴテゴテを作って、ゴテゴテ好きで、私もカントっていうのは芸術ってのは見たことないんですよ、田舎町に一生生かしてる。だから目の前の花を書いたんだけど、だから禁欲的っていうか、なんかプロデタンティズムのね、禁欲性がある形で出てるんですね。やっぱもっと私がバラを描いてる理由っていうのは、そのなんていうかな、もうなんか香りも色も味も何か五感全部を刺激して、もうなんか人生をもう味わい尽くしたくて、この世の喜びそのものなんじゃないかってバラに対して思っているところがあるんですけれども、グリューゲル、ヤン・グリューゲルっていう、はい、花のグリューゲルって言われてる、ね、人がいるんだけど、いろんな絵描いてますけどね、五感の偶意ってのって視覚、聴覚、嗅覚、味覚、あとなんか触覚か、はい、で嗅覚、つまり匂いの絵って全部花の絵なんですよ。でじゃあ視覚は何かっていうとね、部屋の中で絵画作品に囲まれてるヴィーナスが、はい、だから花ってのは匂いのものだっていう、ね、象徴的な、そういう意識があるんですよね。で日本でブーケっていうとすぐ花束ってフランス語で言うんですけど、あれ匂いって意味なんですよ。そうですね、ブーケ香水とか、ね、ブーケっていうのは花束っていうよりも匂いっていうほとんど意味なんで、それが花束になったんで、バラの花びらってこう触覚的にも美しいっていうか、う、ね、触ってみたいっていうか、見るほど見たいで、そうそう、って思うけども、ゆきさんの花弁なんか水っぽさが足りないんじゃないですかね。あら、そう。そうなんですか。それって見るか、見方がいけないと。なんか画面が乾いてる。え、そう。そうかな。岩絵の具を使ってますので、鉱物なんですね。で、これ日本画なんです。だからそういう風に思われるかもしれないですけども。関東も谷川さんも間違っている。ああ、特殊な立場です。関東もね、関東の留学は非常に特殊な立場。だいたいバラっていうと匂いをみんな歌ったりしてるんですけどね、関東だけはその匂いを完全に排除しようとしてるんですよね。でいつの間にかチューリップの話になってるんで、ね、不思議なことが、うん、形と形ならざるのとの関係を問うのが美学だっていうのが僕の立場で、で形だけを問う
芸術論って面白くないんですよ、うん、形ならざるものとの関係がどうなってるか、うん、形ならざるものってどういうもの？匂い、匂いとか、うん、触覚、うん、色もそうですよね、うん、色と色と配合すると形になるんです、形式に、うん、だけど一色だとこれ形じゃないわけですよ、うん、でカントは一色ってのは美しいとは言えないって言ってるんです、うん、色の関係性は美しいってことがあるかもしれないけど、うん、一色だけだったら美しくないって、うん、だからつまり彼は全部関係性の形式の美学なんですよ、うん、これ非常に微妙なところでね、うん、例えばピアノの音鍵盤ポーンと叩いた時に、はい、その音を美しいと思うかどうかって問題があって、はい、あとはいくつか音を組み合わせた時に美しいって言えるかもしれないけど、はい、1個だけポンと叩いてそれ美しいとか美しくないとは言えないっていう立場です、はい、1つだけだと形式じゃないか、はい、あ形式か、まあ、これはなかなか微妙なところでね、うん、まあ、一番難しい問題ですよね。私ね、うん、美っていうのは必ず追い詰めていくと形になっていくんですよね。形式を求めるんですよ、美は。でもね、形式はなんていうのかな、形式って繰り返して繰り返していくから、形式をしていくとね、苦しくなっていくの、だんだん。でね、その苦しさから解放されるために自由にその形式を壊さなきゃならない。そうするとね、どうしても美から少し離れるの。それが現代アートなんじゃないかなと思う。いや、まあ、バロックが大体そうですよね、うん、崩れてる過剰な物質性が出てきますでしょ、うんうんうん、だから形式だけってのは要するにクラシックになって、うんうん、いつもそのなんかダイナミズムとか、うん、形式を壊していくところに新しいものが出てくるわけですから、ね、だからね、なんとか壊したいっていうかね、書いてみて壊したいっていう気持ちがいつも常にあるのね、うん、これは何、ここなんですか、もう四角いところ。これ船だから。あ、これ船。ガレー船だから。だけどオールがないの。私こうやって書いちゃったからもうなんかこれ何ですか、ね。何でもいらしたね、この間もいらした。でもね、船じゃないかもしれない。私自身かもしれない。三島って非常に虚弱な方してて、一生懸命鍛えてなんかこうムキムキしてきましたけど、僕は会ったことあるんですけど、高校時代に、なんか小さいんですよ、から160センチぐらいでしかない。でつまり彼、そのひ弱な体を鍛えて一生懸命こうなったけど、いつもその内側と外側のその問題っていうのを抱えたと思って、それをね、バラの比喩をよく使うんですよ。で内側っていうのはどんなに暴いていっても必ず外側になるわけ。内側を見ることできないんですよね、我々は。見ようと思ったら内側を外側にしないといけないね。だから常に外側化しながら認識してるわけです、全てを。だから内側って本当はないんです。これ難しいな。でこれね、で三島の文学活動っていうか人生よね、渋沢辰彦はね、外と内の弁証法って言い方してるわけ。これまさにバラそのものわけ。バラの花びら、外側が内側もよくわからないでしょ。で最後に彼、バラ系っていう写真集を、はい、誰でしたっけ、はい、細江英子さんに撮らせて、バラ系っていうのは彼が、はい、作り出したこと。で最後に内側が重ねてですね、これ出たかどうか知らないけど、出たでしょ。だから内と外の伝承法、その矛盾みたいなものに気をします。最後に内側に刀突き立てるっていう、そういう死に方したと。これもバラで語れる人だと思うんですよね。だから明治以降、そのバラ狂いの人ってたくさんいるけど、佐藤春夫とか、佐藤春夫のね、大手託児とかね、はい、北原九州もそうですけど、そうですよね、うん、それから絵描きも何人も描いて、で由紀さんも、まあ、得意な形で人のモノマネではないバラの絵もね、褒めてもらったバラ描くのね、割とみんなやるんですけど、こういうバラの絵ってのはあまりない。だからそういう意味では独自の絵を描いてらっしゃるなと思ってますけど。ただ、まあ、水気がない。水気がないそれはどうしようかなそうかな、青いバラっていうのは、これ自然界にはもあるんですか、もともと。ないんじゃない。ないでしょ、はい、うん、このね、要するに青い花、三原色のうちの二つしかないんですよ、花は。三、うんうん、つの色。あ、そうなんですか。だから赤と黄色があるでしょ、バラは。はいはい、青はない。はい、まあ、今人工的にサントリーかなんか作り始めた。でもダメです。あれはね、スミレの、スミレはだから青と黄色があるけど、赤はないでしょ。
三原色ないんですよ、お花は。二原色しか。面白いですね。でね、サントリーが青い花作り始めたけど、はい、あの他の、ね、色素消せないんですよ。だから青の中に赤だとか黄色が混じっちゃうんで、だからなんかちょっと変な色ですよね。なんかね、あんまり、私も今回初めあのこの船の絵を描いて、海を描くときに海、波がバラになってるね。で、その波がこっちの方にまで移動していって、今回は初めて青いバラを描いたんですよ。青い花ってのはね、ノバーリスの有名な小説にあって、あの要するに現実には捕まえられないっていう意味でよく青い花って言葉使いますけどね。もちろん自然界に青い花たくさんあるんだけど、江戸時代の金魚でもそうですけれども、そうそう、なんか自分たちで不思議 なんかマニアックな形に自然をこう変えていきたいみたいなね、うんうん、私はそうじゃないですよ、うんうん、私はなんかこう動いてる動物のような、人間のような動物のような怪獣のようなバラを描きたい。まあだいぶあの変わりましたよね、あの少しずつ最初のそうですね、変わりましたね、もう今回あの個展で、1年間、去年の大阪の個展が終わってから1年間で68点の絵を描きました。でこの辺はもう今日もうずっとこれとこの、あと表にある赤い絵をあのずっと冬の間中描いてて、もうヘトヘトってなって、あっちの軽いドローイングをバーッと描いて、でまたこっちに戻ったりしながらあの描いた、もう私渾身の作品でございます。毎日描いてるんですか？いやいや、もう描きたい時に描く、描きたい時に、あの、まあ、休む時はぐっと休んでっていうような形 で、ね、はい、やってます。もう皆さんに今日はあのたくさん大勢の方にお話を聞いていただいて、谷川先生にもお話していただいて、そうそうすっごくハッピーです。もうそうそうしないですか、はい、谷川さんも、え、もっと話したい、もっと話したいないことがあったらいいの。もう喋れますけど、まあやめときましょうか。でも皆さん本当に今日はありがとうございました。楽しいトークを谷川さんありがとうございました。